はい、皆さんこんにちは、ワンダリングリフィッシュです。ウィニングポスト8の2015ですね、今回は2013年をプレイしていきたいと思います。早速始めていきましょう。まずはですね、馬の情報ということで、直近のね、馬の状態見ていきたいと思います。うん、とりあえずは2月の4週目のフェブラリーステークスまで特に何もなさそうですので、そこまで進めていきたいと思います。大注目パワーちゃんカット、牝馬3冠狙ってね、欲しいですね。まず阪神大商店の方にはパワーちゃんギャルですね、パワーちゃんギャルは去年秋華賞でジェンティルドンナを任した、まあ、今ね、パワーちゃん牧場で一番の、まあ、なんて言うんでしょう、有名馬というか期待馬というかですね。パワーちゃんカットはチューリップ賞に出場します。で、高松の宮記念にパワーちゃんタフネスが出走予定ですか、あーというところになりますので、3月の5週目高松の宮記念まで進めましょう。お、パワーちゃんカットは2着に敗れたか、ちょっと残念ですね。桜花賞大丈夫かな。やったー、黄金を手に入れた。やっと黄金のお守りを手に入れました。ただお金がちょっとないので、そのあたりは高松の宮記念取って1億お金手に入れましょう。とは言っても13番人気、1番人気はサンカルロ、ロードカナロア、まあ、この辺りですかね。まあ大どんでん返し、穴馬の意地見せてもらいましょう。さあ、いよいよ直線の、どこにいる、ここで先頭は、あ、緑の帽子か、ちょっと厳しいかな。後続の手応えもいい。2番手は平坊高、登ってこないか、残り5メートル、頑張れ、ロードカナロア、さらに突き放します。2番手はアシャー高校、ロードカナロア1着、ロードカナロア完勝、ロードカナロア1着、厳しい結果ですね。2着は微妙です。これが世界の実力だ、ロードカナロア。5着、桜花賞期待しましょうね。桜花賞に気持ち切り替えましょう。お、期待の両競馬ですね、これはね。他はなかなかこれぞというのがいないかな。うん、いなそうだな、残念。うん、パワーチャンデーが大阪杯に出走ということですか。パワちゃん社員ね、4月の2週の桜花賞、5月の1週の天皇賞、
皐月賞は誰も出ないか。まずは桜花賞を取りましょう。桜花賞取ろう。お、一番人気に押されてますね。二番人気はエアーズサ。エアーズサとは阪神ジュベナイルフィリーズでも戦いましたからね。パワちゃんカット。7番青い帽子。どこにいるか。直線に入りました。これからの勝負。内内か。どうだ、前が空いてれば。しかし後続の足色もなかなかいい。ちょっと届かないかもしれないぞ。大丈夫か。前を捉えられるか。ちょっと足が。どうだ、カット。パーチョンカット。なお逃げ切れ逃げ切れ逃げ切れ。よし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 。2着にはどうやら名勝マンド、パワオちゃんカット。一番人気に応える見事な G1 勝利です。パワオちゃんカット G1 取りました。頑張ってもらいたいと思います。しっかりやっておきましょう。天皇賞春ね、パワーちゃんギャル、これ期待してますからね。パワーちゃんギャルね。どうしよう、ステイゴールドかな。パワーちゃんソロ、いやーどうかな。どうしよう、当選ブライト、当選ブライト、パワーチャンスロン、どうしようかな。 B だとどんくらいの馬がいるのかな。あ、エンパイアメーカーとかのがいいな。ちょっとね、B ですけど配合評価プラス、実績面っていうのもね、これからは考慮していきたいと思います。スマートファルコンとかいいかな。スマートファルコンね。パワちゃんシグナルとかつけてみようかな。自分とこの馬ですけど。マンハッタンカフェ、スマートワルコンいいね。スマートファルコンめちゃくちゃつけてるけど、金引きりとかもね結構いいんですよね。
ートファルコンだな。スマートファルコン、スマートファルコン3区めっちゃ増えそうだな。グラスワンダーとかもつけましょう。キングズベスト、これ初めてつけるかな、もしかしたら。アルデバランとかね、いいんですけどね。ワークホースをつけますか。できればその三冠をね狙えるようなところをつけていきたいんですよね。そうするとどうしてもその 3000m っていうのが一つ喫箇所ですねっていうのが一つネックになってくるんですよね、距離適正的に。さあ次はどうでしょう、天皇賞、オークス、ビクトリアマイル、まあ、この辺りですか。パワーチャンベリーが今日青馬賞に出て、5月の1周天皇賞、春ビクトリアマイルが3周4周オークスと続く感じですね。お、パワーチャンベリーが勝ってくれたか。ダービーでねベリーが勝ってくれたら嬉しいですね。さあ天皇賞は3番人気、1番人気はなんだ、オルフェか、オルフェですね。で2番人気は当選ジョーダン、パーチャンゲルは3番人気ですか。オルフェーブルに勝ちましょう、この天皇賞春パワーチャンギャル。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ここで先頭を超えました。先頭はエトワールクイック、クイックメンバー先頭、あと 200m、 うわー、ちょっと伸びてこないな。一気にポゲッタブル、ポゲッタブルかわす、ポゲッタブル、ポゲッタブル1着、2着にはどうやらクイックメンバ ー、ちょっと大敗ですね。ポゲッタブル間違いありません、なんとポゲッタブル。オルフェーブルもね全然伸びて こなかったけど、パワーチャンゲールもダメでしたね。ローズキングダムはちょっと距離的にどうだったんでしょうね。オルフェーブルは走りにちょっとムラがあるのかな、この、ウィニングポストの中では。圧倒的1番人気でしたけどね。パワちゃんタフですが、ビクトリアマイルに出走しますか。さあ、6番人気に押されてます。1番人気はというとジェンティルか、それにレインボーダリア、ホエールキャプチャー、まあ、この辺りが有力馬ですね。さあパワーチャンタフネスはジェンティルドンナの隣の枠、3番黒い帽子です。おっと一頭故障発生か、海のイマージンズルズルっと後退しました。これは大変なことになりました。レースの展開にも影響が出そうです。4コーナーをカーブして、伸びてこないか、前が詰まってるか、残り2m、 先頭はファイトチョイス、いやそれ以前に伸びてこないか、一に追いつかれます。ホエールキャプチャー、ジェンティルドンナ、ホエールキャプチャー、ホエールキャプチャーだね。1着、2着にはどうやらジェンティルドンナ、安定してやったり、 G1 の大舞台で強心臓ぶりを遺憾なく発揮しました。
勝ったのはホエールキャプチャー。なんかね、オルフェーブル、ジェンティルと G1 で負けてますね。オルフェーブルのあの有馬記念の強さ半端なかったですからね。さあ、パワちゃんカットがオークス、このオークスは取りたいですね。まだオークスは取ってないですからね。パワちゃんカット2300m までの距離適正になってます。 100m 足りないんですけどね。 100m ぐらいだったらなんとか期待しましょう。まあ間違いなく一番人気に押されてると思います。そうですね、2番人気はというと、エアーズサ、スイートサルサ、まあ、スイートサルサが2番人気かな。これはレースを見ましょう。多分これオークス取るチャンスそうそうないからな。牝馬三冠、府中の芝 2400m という過酷な条件に果敢に挑む乙女たち、今年のレースにはどんなドラマが待っているんでしょうか。3歳牝馬の日本一を決める優秀牝馬、まあ、オークスの発想です。12番17番がアーバンミサイルゲートに入って、まあ、ライバルというところです。スタートしました。ディアデラマドレ好スタート、綺麗なスタートを切りました。14番オレンジの帽子が飛び出してディアデラマドレ、我らが花に立ちます。パワちゃんカット、その後ろからはムーンスウォード、この馬も上がっていく構えです。さらには当選トーク16番ラキシス、その後ろ名勝マンボ、後方からでは前の方から見てみましょう。セイントモーニング先手を取りました。その後ろからはラキシス、内からはムーンスウォード、黒船サプライズ、そのうちに続いています。その後ろからは西のシャンデリア、だいぶ大外回されてるな。この辺りで1コーナーの中間点を通過、1番人気のパワーチャンカット、現在先端に取り付いています。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはセイントモーニング、並んで17番エアーズサ、その後ろからはオーセントーク、その隣に黒船サプライズ、ムーンスウォード、すぐ後ろ好位置をキープしています。もうちょっと中入ってほしいね。先頭から最後方までおよそ10馬身、淀みのない展開になりました。これに続いて西のシャンデリア、並んで18番アーバンミサイル、その外からスイートサルサ、その隣にマジカルコート、オーセンソレイユ、それに続いていますオレンジの帽子レッドオーバル、その後ろディアデラマドレ、この馬もこのグループしんがりから名勝マンボ、この辺りで各馬大丈夫か。通過、この辺りで先頭が変わりました。ラキシス、2番手はセイントモーニング、エアーズサ、3番手パワーチャンカット、いい位置、果たして先頭を捉えるか。ラキシス決していい位置じゃないぞ。1馬身から2馬身のリード、2番手はエアーズサ、先頭を捉えるか。さあパワーチャンカット、パワーチャンカット、ここから勝負伸びてこい。パワーチャンカットどうだ、どうだ、ラキシス、うわー伸びないな。ラキシス粘る、パワーチャンカット伸びない。ラキシス追いすがります。名勝マンボ1着、名勝マンボ1着、パワーチャンカットはちょっとこの距離適正、100m 完敗です。着外に沈みました。ちょっとね、外目外目回ってるんで苦しいかなと思って見てたんですけど、やっぱり苦しかったですね。まあ、秋の巻き返しに期待しましょう。ダービー、ダービーです。気持ち切り替えてダービー見ましょう。5番人気だ、エピファニエね、エピファネイア、絆か、そうだそうだ、絆だ。絆ですね、2013年は。府中の直線 526m、 ここからが勝負、ここで先頭変わりました。
先頭はラブリーデイ、ラブリーデイ先頭、2番手はラブリーデイ、ラブリーデイ。どうだ、伸びてこい、伸びてこい、どうか、残り 2m。 先頭はエピファネイア、エピファネイア、絆が刺したエピファネイア、絆だな、絆、絆、絆、1着、2着にはちょっと完敗ですね。あとは秋の菊花賞のみ、夢の三冠まであと一歩に迫りました。パワちゃんベリーは8着。ちょっとこのクラシック戦線桜花賞のみというところですね。パワーちゃんデーが、宝塚記念ですか、出走しますね。オルフェーブル、ジェンティルドンナ、まあ、この辺りがライバルになりますか。7番人気ですね、やっぱオルフェーブル 2.5 倍、1番人気ですね。であとはジェンティルドンナですか。ここはね、オルフェーブルとジェンティルドンナの間に割って入るようなそんな走り期待しましょう。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はルルーシュ、ルルーシュ先頭、残り 200m、 ルルーシュ。うわー、飛んできた。しかし後続のアシードもなかなかいい。ベルシャザール、うわー、すごい、大外から一気。オルフェーブル、オルフェーブル1着、2着にはどうやらベルシャザール、オルフェーブル1番人気に応える見事な G1 勝利です。大外からジェンティルドンナも飛んできてましたけどね。ここはオルフェーブルが宝塚記念制しましたね。見応えがありました。そしたらですね、この10億円を使ってヨークセールで買いたいな。金のお守りが必要そうな馬はいないと。奥越もいないんだ。なるほどね。まあ買わなくていいかね。そしたらせっかくね、金のお守りを持ってますけども。
10月の1周目スプリンターまで出番はなさそうですね。スプリンターに2頭出走ですね。ちょっと覗きますか、繁殖品のセール。せっかくだから買うか、ネームバリューを。まあ一発買いしましょう。14番人気と10番人気か、ちょっと難しいかな。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭変わりました。先頭はパドトロワ、パドトロワ先頭。ちょっと伸びがない。エピセアローム追いすがります。ロードカナリア強いね、スプリンターは。2着にはどうやらエピセアローム、ロードカナロア。春の高松の宮記念に続き秋のスプリンターズステークスも制し、国内スプリント界の頂点に立ちました。強い、ロードカナリア強い。さあ周華賞パワーチャンカットね。オークスの借り返そう。一番人気、怖いな。オークス大敗を喫しましたからね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。ただいい位置にいるぞ。先頭はスイートサルサ、あと 200m。 先頭はスイートサルサ、残り 100m。 さあどうだどうだ、スイートサルサ、スイートサルサか、見事に勝ちました。スイートサルサ2着ないし3着、ちょっと体勢的には3着かな。あー負けた。さあ菊花賞に出るパワーチャンベリー、気を取り直して応援しましょう。距離適正的にはね、全然ある距離ですからね。2番人気に押されてる。絆に続いてかな。あ、違う、エピファネイアか。絆は出ないんだね。なんで出ないんだろう。
絶対出るだろうっていうとこですけどね、普通だったら皐月賞ダービーに続いてゲーム上だったら絆出てもおかしくないと思うんだけどな。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭変わってエピファネイア、差は3馬身、後続の手応え、さあ内から来い、内から来い、エピファネイア、よし、刺さった、エピファネイア、厳しいか、刺した、かわす、パワーチャンベリーだね、パワーチャンベリー、菊花賞は初制覇、2着にはどうやらエピファネイア、見事に勝ちました、パワーチャンベリー、エピファネイア、2着止まり、しかし、なんとか面目を保ちました、菊花賞、取ってくれた、初めて菊花賞を取りました。秋にはパワーチャンデーが出ますね。天皇賞秋は4番人気ですね。1番人気はジャストアウェイか。ゴールドシップも出てますね。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭変わって名勝なると、しかし後続ちょっと伸びてこないかな。手はガノンバラード、先頭を捉えるか。どうだ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 、伸びてこい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 、あーダメだな、ゴールドシップだな。ゴールドシップ、ゴールドシップだ。1着2着にはどうやらガノンバラード、安定してやったり、 G1 の大舞台で強心臓ぶりをいかんなく発揮しました。勝ったのはゴールドシップ。なんか横綱級の走りでしたね。安定感のある勝ちでしたね、ゴールドシップは。一応あの2014年も持って、終了したいと思ってますんで、あともう1回しかねチャンスがないんですね、ダービーを取るためには。次はエリザベス女王杯の方に、パワーチャンカット、パワーチャンギャル、そして有馬記念にパワーチャンベリー、そんなとこですか。2歳ステークスもね取ってほしいよな。エリザベス女王杯もねもちろん勝ってほしいですけど、おパワーチャンセンサーがデイリー杯取ったか。これは期待できますね、来年のダービー。さあ、こっちの方はというとパワーチャンカット2番人気かな、この数字だと。1番人気はジェンティルドンナー、ジェンティルドンナとの対戦ですね。4コーナーカーブから直線コースに向きました。先頭はビルシーナ、ビルシーナ先頭、2番手はウエスタンターン、あと 200m、 ビルシーナ先頭だ。残り 100m、 アワーチャンピアル抜けた、
大外から1着どうだどうだどうだ刺されたかな1着2着にはどうやら刺されたかジェンティル女王だジェンティルドンナターちゃんギャルはねジェンティルを1回任したことがあるんですけどねあーパーちゃんギャルパーちゃんカット2着3着入選というとこですねジェンティルドンナの前に、負けてしまいましたやっぱりジェンティルドンナは強いそうこのねセンサー期待ですよねパワちゃんセンサーは本当に期待距離適正はお万能じゃんしかもどういうことこれは楽しみな馬が出てきましたよ本当に目標としていたこの2014年出番はないかな？いや違う違う違う。阪神フュー朝日杯フューチャリティステークスがありますね。朝日杯フューチャリティステークス。パーチャンセンサー。ここで勝ってくれー2番人気1番人気は鷹のグランパこれは見ましょうそれだけ期待してる武豊頼むぞなんといっても距離適正万能っていうのがね本当に期待持たせてくれますよねパワちゃんセンサー先週の牝馬の G1 に続き今週は朝日杯フューチュリティステークスですスピード素質そして完成度が問われるこのレースここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬かパワーチャンセンサーだ大外枠のアズマシャトルゲートに入って体勢が整いましたスタートしましたエトワールブラウン好スタートを切りました綺麗なスタートを切りましたダッシュをつけてエトワールブラウン行きました目白バカラこれに続きます内からはバンドワゴンその外からカラタレジェンド内からはパワーチャンセンサーその外からアイキラピスその外にアイランドチャイムプレイアンドリアルそのうちに続いていますその外にアズマシャトルタガノグランパこの位置です内からはブザワールドさらにはアイノハイブリッドその外にクラリティシチー黄色の帽子アイネルフロストその後ろその横にメジロレッドその外からサトノアラジややスローペースといったところかパワーチャンセンサーはすごくいい位置にいますこの辺りで先頭が変わりましたカラタウレジェンドカラタウレジェンド後続を引き離します2番手はエトワールブラウンさあいよいよ直線の攻防さあ早めに抜け出してこい先頭差はほとんどありませんパワーチャンセンサー来いエトワールブラウンパワーチャンセンサーよしパワーチャンセンサー来い先頭パワーチャンセンサーパワーチャンセンサー差し返せパワーチャンセンサー差し返せ差し返せあー3着かな2着にはどうやらタガノグランパなんとびっくり勝ったのはテザワールドか3着力のある走りはしてくれましたけどね来年の春期待しましょうサツキショーまずはサツキショー最後は有馬記念にパワーチャンベリーが出ますねパワーチャンベリーは菊花賞をね初めてもたらしてくれた馬ですからねご
5番人気ゴールドシップ出てますね。ジェンティルドンナも出てますね。1番人気はやっぱりオールフェーブルです。さあ直線に入りました。これからの勝負、先頭はトゲッタブル。残り200m。 さあさあ、いけ残り 100m。 いけポーチャンベリー、よし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 、オルフェを退けて、アロチャンベリー、オルフェーブル完敗です。着外に沈みました。いやー、これはいい戦いだった。パーチャンベリー菊花賞に続いて有馬も取りました。いやー、本当にいい走りでしたね。年末特別号見ましょう。有馬記念勝ったからな。パワーチャンベリーがグランプリを制すということでね、気持ちいいですね。いいっすね、気持ちいいです。表彰式も出ちゃおう。今回は3つ取ったんですね。桜花賞パワーチャンカット、菊花賞パワーチャンベリー、有馬記念もパワーチャンベリーですね。どうかな、オルフェーブルとの争いになるのかなね。最優秀3歳ボバはパワーチャンベリーですね。ロードカナリア香港スプリントも取ったんだ。さあ年度代表馬はオルフェか。はい、というわけで2013年をお届けをしてきました。次回はいよいよ、ラストと決めている2014年ですね、頑張っていきたいと思いますので、2014年ぜひぜひご期待ください。今回はここまでにしたいと思います。